はい、ジュンジーです。では今回プレイしていく作品はこちら、まあ、耐久作品なんですけども、I wanna be the、 これ読みがですね、バーチャランスですかね、まあ、ちょっと調べたんですけども、なんか読みがいまいちわからなかったんですが、まあ、おそらく仮想空間とか、まあ、そういう意味だとは思うんですが、なんか独特の雰囲気だね。私プレステ4のね、ニーアオートマタとか、ああいう世界観好きなんですけども、すごくこう彷彿とさせるというか、好きです。よし、ということでやっていきましょうか。まあ、音量調整でね、中入っておりますが、このデータセレクト画面もすごくなんかセンスいいですよね。データ1行きましょう。でこれ下、さっきテストで落ちてみたら、本当に普通のデスしまして、で BGM 止まっちゃうんで、このまま行きたいと思います。これデモがあるってことは、もともとは何か想定、続きを作ろうとされてたのでしょうか。じゃあ入ってきましょうか。 GO。 この雰囲気、まあ、これもね、簡単めな耐久作品を、まあ、合間にやっていこうというね、企画ではないですけども、まあ、その、一つの作品として、まあ、選びました。なんで一回見てるんですけども、中身、まあ、もうほとんど覚えられてないと思うんで、ちょっと待ってね。でそこそこ、まあ、フルコーラスじゃなかったような気もしますけど、それなりに長かったような気がします。まあ、もしかしたら元々が短めの曲なのかもしれませんけどね。やっていきましょうか。またこの弾ダメ、このなんて言うんでしょうね、この雰囲気、まあこの BGM ももちろんそうなんですけども、まあ、あと背景のこのなんか寂しい感じと、まあ、ミクちゃんの色合い、それとこの弾幕の揺らぎっていうんでしょうね、私こういう雰囲気ほんと好きで、まあ、そのアイワナにもちろん限らずね、まあ、ゲームにしても音楽だけにしてもすごく好きで、ここ固定か、なんでしょうね、このなんと表現したらいいのか、この憂いとか物悲しさとか喪失感とか、そういったものをこうミキサーでこう混ぜて出したみたいな、まあそういう負の、本当にね、負の感情ばかりじゃないんですけど、そう、危ね、そういうのがね、やっぱりこう胸に響くんですよね。でこういう雰囲気がすごく落ち着いて好きですね。よし、危ない。まあ、そこにね、まあ、邦楽とかだったら力強いメッセージが込められていたりすると、なんかこう、そうね、あ、うわー、上がってくるのね。自分的にはこうスッと胸に入っていく感じがしますね。斜めに来る球があるのは固定と、もう完全、この揺らいでる球は乱数ですけど、図形は固定っぽいですね。それ幸い。よし、今度はミスらないようにいきましょう。よいしょ、まあ、あとは乱数とのこの組み合わせですかね。これバウンド弾か、バウンドボールね。いや、今の避ける位置も、安定する避け方ではないな。あ、でこの後に止まった球が上にすくい上がっていくんで、それを注意。よし、まあ、やっぱり一回こう通してみただけじゃ覚えてないもんですね。まあ、曲の長さの大体と難易度の、まあ、大まかが把握できる。あ、待って、これ時期狙い？なんかこっち打ってきてる。あー、ちょっと乱数、角度に乱数入ってるけど、時期狙いっぽいですね。なるほどね。まあ立っててもいいけど、散らすか。散らしましょう。でこの曲も初めて聴く曲。やばい、ちょっと待って、だいぶ濃くなってきたな。危な、おお、うわわ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 わ、ハートじゃないわ、星が飛び散った。うわ、すごいね、すごいね、拡散。あ、弾幕濃くなってきた。うわわ、なんだなんだなんだ、弾幕濃くなってきましたね。うわ、戻るのそれ。うわ、それはやらしいぞ。でその飛んでるグリーンの球が、まあ、ちょっとグリーンとは言えないか、はぜますから、止まった後注意ね。止まりましたね。あ、まだ止まないか。濃くなってきてる。やばい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 。かなり迫ってきてる。そりゃ無理でしょう。ちょっと
そうそう、こんだけ固まられちゃうとちょっときつい。あ、いけるかこれ。うわ、きついよね。そうなるよね。ここ難しいな。あぶね、あぶね、相当危ない。くっそ、もここ難しいな。そのリンゴの乱数が際どいとこっからがかなりきつくなるから、いいの来て、あ、来た来た来た、これはいい、これはいい、ランス引いた。あとは避けきれば、よしよし、だいぶ久々に来れたぞこれ。ここほんとね、このサビに入るまでがすんごい難しいんですよ。あぶね。でこれは張り付いてれば当たんない。よし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 、でまた来るでしょ。あ、来た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 、こっからは待ってね。しまった、高く飛ぶ。こう、さてこっからよ、こっからが難しいんだよね。結構デスってます。あぶね。よしよしよし、超えたぞ。あ、待って、あ、何それ。あー、そういうのもあるのね。じゃ上にいないといけないのかこれ。ちょっとそこね、盛り上がってくる球があるから気をつけて。でここまで来れば端っこで OK、 端っこにくっついてれば OK。 さあ次で、これを超えた後に、超えた後にすぐに上に上がんないといけないんで、危ね。よしよし、これでいいでしょう。怖いんで本当に。でまた星が多分リバースしてくるから、そこ、嘘でしょ、マジかよ。もう、え、消えんの、これはやばい。よし、オッケー、やっと来れた。難しかった。クリアするとね、輪っかが出るんですね。うわ、難しかった。これね、見た時は簡単と思って始めたんですけども、むっちゃ難しかった。
うん、まあ全耐久の中では簡単な部類に入ると思うんですけども、ただサクッとクリアできると思ってねプレイしたらもうとんでもなく難しかったです。はい、クリアタイムが、1時間3分4秒とデス数43となっております。結構デスってしまった。これ入ると、あ、また再戦ね。あー、クリアできましたということで、まあ思いのほか難しかったというね、私にとっては難しかった耐久ですけども、楽しめましたということでね、また合間にこういうね、まあ今回ちょっとサクッとはできなかったんですけども、耐久作品を挟んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。本当に楽しめました。順次でした。ではまた次回作品の合間でお会いしましょう。ではまたねー。